はい、1日ワンプレイファミリージョッキー始めていきたいと思います。こんにちは、こんばんは、爽快キックです。さて、毎日ね、ワンプレイファミリージョッキーをプレイしていくというコーナーですけど、早速始めていきましょう。ワンプレイヤーオンリーです。これね、馬を選択するんですけど、2枚目があるそうでね。あ、セレクトをしたらね、2枚目が出てくると。そして2枚目の方がね、能力が高い馬がいると。インターラプターあたりいいですよね。これただジャンプがないと、やっぱりね、障害がね難しくなってくるんで、ジャンプは必須かなと思うんですよね。このね、10カウントがやはり強そうだなと。10ポイントをもじったんでしょうか。これいきましょう。あ、これみんな白馬なんですね、ピンクの帽子でね。さて、いきましょう。新馬戦、芝 1200m。 もう新馬戦ね、いい加減勝ちたいね。スタートが肝心。よし。よしよしよし。逃げてね。まあ、この辺、溜めて。鞭をね、適度に打って。まあ、アイテムはね、取らなくていいんで。あ、ちょっと取りたかったね。でもね、ジャンプ。ジャンプは必要ないな。平地戦だからね。まあ4コーナー、うちは荒れてるんで、ね、真ん中の馬場を選択して。おお、うまい形でいったね。これ、ダビスタの、オグリキャップのように。画面からね、飛び出してましたけど。レコード来たよ、これ。10カウント早いね。これはね、うまいこといくんじゃないでしょうか。障害戦ですね。500万下条件。これ成長要素とかあるんですかね。ちょっとわからないんですけど。まあ、障害戦はね、最初ゆっくり行きましょう。よし、OK。最初の関門は突破した。これ前行ってもね、しゃあないんで。なんとかアイテムを取ってね。ちょっと前に居すぎだな、これね。まあ、4コーナーも外回って。よし、最後ジャンプ。オッケー、勝て、させ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 、なんだあいつ粘ってるな。よし、勝った。勝ったやろ、刺したやろ。刺した、刺した。負けてる。なんで、なんでマジですか。刺したと思ったけどね。また障害ですね。1000万下条件。500万下勝ってないのに格上挑戦。まあ障害なんでね、ゆっくり行きましょう。マイル戦だからね、これね。よし、 OK。 最初はゆっくり。もう一つある。よし、 OKOK。 これでいい。この辺溜めてね、溜めて。 1600m だからちょっと長いからね。お、スピードはいらないな。それで勝負どころ、勝負どころ。お、青いの邪魔。おっしゃ、来た。あ、もう一つ。マジか。もう4入る。4入った。5着や。あー、悔しいね。また3戦目でアウトか。というわけでね、今日はね、これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。